確かね、この巨人の上に降りられる場所があったんだよね。ここかな。ここじゃない。アイテムがね、落ちてたんだけど、ここではないな。ここかな？降りてみるか。いや、これはまずいだろう、どう考えても。この上になんかあったんだけど、まあ今はいけないか。あ、いけない、こっちからは。困った。この巨人と戦いたくないな。あっちから行けば戦わなくて済むんだけど、あ、戻れない。困った。これ行くしかないのか。こっちから行けばスルーできるんだよね、巨人を。とお通りするしかないかな、ここは。えい、うわ、つれい、つれい、つれい、降りさせて。ネズミ。いや、起こしちゃったね、巨人のこと。でもまた寝た。これどっからトカゲ出てきたんだ？こういう時にやっぱり特大武器を役に立つんだ。こっから出てきたのかな。トカゲがね、いっぱいなんか出てきたんだよ、ミミック。それで前呪いし、この穴から出てきたのか。音聞こえるね。多分また来るだろうな。どうすっかな、弓とか持ってった方がいいかな。呪い耐性を高めるっていうやつを一応これ。あ、でもこれドゥルクか。ドゥルクダメージのアブゾルプションだから、クレストとは関係ないのかな。オールレジデンツ、これ飲んでみっか。呪い状態を治すっていうやつはないのか。ない、やるしかないのか、これは。ここでいっぱい来るんだよね。ほら、来たー。やるしかないの。やばいやばいやばい、呪われてる。もうこれ、の、進撃できる、一気に仕留めた方が早いの。やばいぞ、また呪われるぞ。やばい、呪われる、呪われる。あと何体残ってる、一体。直接攻撃はしてこないから。よここにミミックがいたんだよね。これミミックだよね。やっぱりさ、これダークソードよりブローソードの方が似合うな。ブローソードだけど、これミミック。ロイド、ロイドあった。これ前回死んで2万ソウルロスした。気にしない。お、ジョルクか。倒しとくか。いや、でも俺のエストはもったいない。どこで消費したくない。で、順路としてはこのね、おお、でかい。見たい。無理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 。一回下がろう。特大武器に持ち帰って。おお、やばいな、やばいな、やばいな。
早い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 。ネズミってこんな足早かったっけ。おっねえ、あと一発で死んどうだった。いやー、このエリアやっぱりまだ難しいな。だいぶ体力も上げたつもりだから、やっぱ先にイルシルのボス行った方がいいかな。ここ開くのかな。まだこれダンジョンの続きなんだね。もうダンジョン抜けたと思ったけど、あらーあらららららいつかよりにもって吹き飛べ。溜めて、こういうやつはできるだけ一発か二発で仕留めないと、後で大量に相手するのは無理だ。俺の体力が持たん。どっかにいないかな、かがり火。戻ってこないかな。戻ってきたね。戻ってきたから先にこっち行こう。岩転がってくるとかなしね。お？待って、NPC じゃないあれ。そういうわけではない。ここでもロスリックのナイターがいっぱい死んでるな。これはなんだ。おお、流体になってる。ドラゴントース流体の死体があるな。ここにダンジョン、これ広いね。もう終わりとか言ってごめんなさいって感じ。全然まだまだ終わりじゃなかった。レバーがあるけど、これどこに続く。エレベーター、上か。下、下はいけないの。あっ、あ、いけない。やっぱりこの装備にはブロードソードの方が似合う。ダークソードをちょっと持ってみちゃった。まだね、初見だからいろんな武器をちょっと試してみて、どの武器が似合うかなとか、この武器をどのキャラに当てようかなとか、まあそういうのを試行錯誤するキャラだから、まあいいんだ、あんまそういう細かいことは気にしない。いろんな武器を試してみて。あ、わあ、降りられる。途中で降りられる穴があった。穴っていうか場所、降りてる。ここ降りられるね。よっ、ライトニングブレイド。でも俺は別に進行キャラじゃないからな。あ、でも一応進行30まで上げる予定だから使えるかな。ライトニングブレイド、怪しすぎるだろ。ここにアイテムがポツンとあるのは大丈夫かな。ここに敵いるとかね。上、よし、よし、大丈夫でした。あれ？ショートカットだ。あ、ここに繋がってくるのか、ショートカットが。ほうほうほう、これならすぐここに戻ってこれるな。よしよし。かがり火はなかったけど、ショートカット開通したから、これで。あ、でも一回ここで戻ったもんじゃないかな。まあいいや。まあいいや。ただここはショートカットだったから、戻ろう。待てよ。いや、なんか足場みたいなのなかった。下に。気のせいか。ここなんか降りられんじゃないの。無理だね。なんだろうね、あの、あそこに見えるの。必ずなんかどっか遠くに建物が見えるよね、こういう景色から。3体 ?4 体どうすんの、増えてんの。え、増えすぎだろう。ベスト1個しかないよ、もう。するか。ふくり。コンポジット通り、するか。
気づいた。いや、このまま倒しちゃった方がいいような気がしてきたな。おお、見られてるだけでも体力が減っていくっていうこの現象。なんなんこの敵。基本的にもう見られてるだけで体力がものすごい勢いで減っていくんだよ、遠くから。あ、戻った。しかも当たらないし。ダメだな、これちょっと一回戻んなきゃダメだ。持たない俺の体力が。 S と1個しかないし。やっぱ先にあのサリバーンだったっけ、行くか。白2人呼べたし。回復して一回ちょっと、やっぱダンジョン先に行きたい。ダンジョン系のエリアはすごいなんかそそられる。ブラッドボーンの聖杯じゃないけど、そっちを先に探索しよう。なんか重要アイテム落ちてそうだし。ここからショートカットで一気に行けたはずだから。ボルドのやっぱりこれ、あれどうすんだ。コンポジットボールもちょっとどうすんだっちゃうんだ。一べ落ちた。あーうまいか。来るかな。来たね。あーそいつの強靭は一体何なんだ。あれさあ今思ったけど強っ。炎属性じゃないともうほとんど攻撃通らない感じの敵なんだ。こんなに強かったっけ。死ねー。危ねー。ダメだダメだ、これやらかした感じなのか。ショートカットショートカット。あれこっちじゃなかった。やべえ、また死に出血して。一回戻りたいな、一回戻りたいな。これ持たん持たん俺の体力が。ちょっと待って、おお、ごめん、戻る戻る戻る。これやっちゃった感じだわ俺。なんでわざわざ敵陣に俺は突っ込んだんだ。敵を深追いしちゃダメだ。敵を深追いしちゃうと敵陣に一気に突っ込んじゃうこと。もう一回別にファイアリーチェンジ持ってなくてもよかったんだ。 Last Rested Bonfire でよかった。ボルドのこのハンマー強いんだけどさ、両手持ちじゃないと俺まだ威力を発揮できない状態だから、ちょっとさ、あれなんだ、ここ歩いてくるから、かといってここで吹き飛ばしちゃうとさっきみたいに下に落ちちゃうから少し待って。でもバレてるし、行くぜ。吹き飛ばす、吹き飛ばせば吹き飛んでる間は大丈夫、攻撃食らわない。やっぱり脳筋使って楽しいな。仕事が2体2体は無理ですか。2体もいたっけ。なんでドスになってんの。体力がもうミリしか残ってないんだけど。この監視みたいな敵強すぎない。